いろいろえー、っと何人かの方があの参加されましてありがとうございます。えー、っとそれではですねあとあの私はもうどうせ今夜中の12時、えー、あれかなもう1時近いんで、えー、今晩は徹夜で構いませんので <laughs> 1, 1名でもですねご希望の方がおられればですね、えー、私はお付き合いいたします。 えっと、何かあの質問があったの,あのよく見えませんけども、手を挙げていただければ。あのどんなくだらないことでも聞いてください。あ君原さん、山下です。はい、どうぞ。あの、テキストの中で、102番とか103番とか400何番とか書いてたけど、あれは何の番号ですかはい、あの、 私のですね、一生懸命やってるあの、生涯現役オンライン塾。これで今までにそうですね、23本ぐらいかな、作ったんです。で、それに全部番号がついておりましてね、あの、それの番号です。うん、それで、あの、シリーズに分かれてましてね、えー、0番シリーズがハワイの観光物、100番シリーズがその生涯現役シニア向け。 それから300シリーズが現役向けとかですね、えー、シリーズごとに分かれております。その一覧表は、です、ね、あの後でやあの見方をご案内いたしますので、えー、それで見ていただければ、ですね、えー、YouTube で見られるという、そういう仕組みになっております。よろしいですか。はい、どうぞ。 私、四年村ですけど、あのね、あの、今のお話、すごく興味深く、関心深くね、あの、聞かせていただいたんですけど、君,さん君平さんがそういう考え方に至ったのは、なんていう今、そういうふうに考えて、この人生を設計してきたんですが、それと、今からりっていう、今っていうか、もうちょっと前ぐらいからね、振り返って、あ、こういうふうにするべきだな、これで自分はうまくいったから、この方法はいい方法じゃないかっていうことで、 もう一度それを全部こう整理し直おしてみた感じはい、あのい、痛い質問なんですが、あのこういうことです、<laughs> 両極端でね、あのうん、片方の端があの結果論としてね、自分が成功したから過去の話をサクセス総トーリーに作ったという話、からもう一個の極端は、ですねいや、若いころか,からね、えーこの、これを目指してやってきたんだという、まあ、両極端があるんですね。 で本当の話がですね、<ー>そうですね、えー、サクセスできちゃったからやったじゃなくて、半分ぐらいといいましょうかね、あるいはもうちょっとあの若い頃からですね、えー、6割ぐらいの,この点で努力をしてたらばね、あのその通りになったと。でただあのー 結果論としてのサクセスストーリーだとしてもね、今後続く方はね、うん、これをやるといいです、そういういうに思います。私もねあの、比較的うまくいった方じゃないかと自分では思ってるんですがね、まあ、これは私は単に運が良かったと思って <laughs>、全然計画なんかしてこなかったんだけど、今振り返ってみると、なんかすごく生きがいになる人生だったと思いや思ってますね。結構でございます <laughs> あはいどうぞ。いやあのある番組でラジオの深夜番組かななんかでね生きがいとは何かってねでその生きがいというのはあのー、自分がすべきこととやりたいことが一致し仕事が一致してるこれが本当生きがいがあることなんだって。で要するにあ,のある日、まあ、でこんな話をするのも 同じぐらいの年齢、私、ちょっと10歳ぐらい若いかな、定年で辞めてきた人がね、そう定年で辞めて生成したとか。で、働いてる時はもうね、早く辞めたくてしょうがなかったって、もうだから要するに、食うために仕方がないから働いて,てきたんだっていう人がいてね、こういう人って、まあ気の毒っていうか、まあ私が運が良かった幸こういう運だったのか知らないんだけど、あの なんとかな、結局生活するために一生懸命働いてきた。だから、定年になって、ある程度その人もあの仕事ではなんとかな、給料をたくさんもらってたから、銀行関係で勤めててね。で、要するに老後っていうか、定年,それ年金はね、たっぷりやったみたいなんですよ。で、それやめたらすぐにね、世界、ヨーロッパ旅行、サイクリング旅行をやったりなんかして。 充実したた、ね、人人生を送ってた人なんですけどそれだからよっぽどその働いてる時はね充実してたかと思ったら全然いやいや働いてたらしいんですよだからそういうのを見るとねやっぱりそのは生きがいがあるという働きが合える仕事を見つけていくこともすごく大事じゃないかなってでそれがねなんか私の場合はあのー、いわゆる現役リタイアしてもまだそれが生かされてるなっていうふうに思ったんですよね そんなことがあったもんですから君らさんどうだったのかなと <laughs> まあ運が良かったのかそれとも <laughs> 初めから計画的にやってたのかなどっちかなと思ったんです。はいあのねその今のご質問で思い出しましたけれどもね先ほど何でしょうえー、っと<い>7割ぐらいはね努力したんだっていうのを言いましたけれどもね、うん、その中の一番大きいのは60を過ぎてからね 健康ということにはですね。ものすごい努力をしました。<ー>で、今日残念ながらあのいないんですけどね。私の知ってる方でね、えー、その方の名言がね。 誰かにその紹介するときにね、君平さんっていうのはね、健康のためなら死んでもいいんだ、いい人ですよ、ね、<laughs> それは無理や死んじゃない意味がないんですよねあの。そのくらいね、要するにもう60の声を聞いてね、あの話せば長いんですけどね、あらゆるその,の私が強く勧めてる検診の、ね、数値がもう軒並み悪かったわけね。でこのままではねもう あの長いことないと分かったので<ー>そこからはですね大変な努力であのをやってですね今日あるんだと思います。あのちなみにですねこの場を借りてあの米村さん今ん話された方をあのご紹介しておきますとね、えー、と私とまさに同級生なんですけどもね多分あの私と米村さんがね えー、1学年365人しかいないちっちゃな学校なんですけどね、一番元気ではないかと。というのはねあの、皆さんに警告を発しておきますとね、私の話を聞いててね、80代あの楽勝とこう思うかもしれませんけどね、あの米村さんね、われわれの同級生、少なくとも2割、もしかすると3割死んでますよね。いやもっと死んでるとも。もっと死んでるでしょ。ねはい、80代にねであの,であの いわゆる要介護の人ね自分で外に出られない人はね私理由に言うと厳しいけど死んでるようなもんなんですよそれで私とか米村さんのようにね外を自由に動き回れるっていう人はね多分もう半分ぐらいじゃないかと思うんですよねだからそういう意味でね皆さんに警告したいのはねよほどの努力をこれからしないとその私とか米村さんのようにはねなれませんよと。 それであの米村さんの一つ横編をやらせていただきますので今彼と打ち合わせ中なんですけどね米村さんは某宗教団体名前を言えば分かる宗教団体の、ねえー、幹部でしてね是非、えー、<laughs> 日本人にとってね宗教とは何かということをですね、話してくれた。でもう 深くあのね釘を刺してありますのはね、自分のいたその宗派のね、不況は絶対にやらないでくださいとで。そんなこと分かってませんと言ってるんでね。でそれはあの近日中にあの対談という形でですね、日本人にとって宗教とは何かとか、人間にとって宗教とは,は何かというようなね、うん、やります。予告編をやらせてる。えっと、小山田さんでしたっけさっき手を挙げられましたね。あはいはい。いやいや、あの先ほどですね。 ウォッツ分析の話をいただきましたが、ウォッツ分析ね。はいあ。あの、ちょ,ちょっとあの質問ですけど、我々 s w ット分析ってあのやってるんですが、中身を見るとなんか同じようなのかなと思って、何か違いがあるんでしょうか。あのね、えー、っと、<laughs> 面白い例を言いますとね、 皆さんの周辺にコストコの店があると思うんですよ。はい、そこ、あのね、はい、アメリカではあれはね、コスコっていうんですよ。我々ここにいる日本人がね、酒でも飲んだ時の冗談で、明日友達が来るって言ったら、ね、いいか、お前、コスコス。 コスコって言うなよとコストコって言わないと言わないよと <laughs> いうね日米の違いのジョークがあるんですこれと同じでねあの小山さんもおっしゃるね、はいえー、ショット分析ですかショットと、はいうねウォッツっていうのはね、うん、あのニュースなんかでホワイトホエアなんとかって W で始まるのが多いじゃないですかウォッツ分析で確かね私の記憶違いでなければ えー、私がその苦労してねのの MBA を取ったビジネススクールでね今でも覚えてるのはね1つか2つ1個がこの,あのウォッツ分析でね、はい、えもう1個がですねいわゆるその戦略的な考え方ね英語でスタティジックっていうんですけど、うん、ストラティとか言うんですけどね目的から逆算して今日を考えろという、うん、この2つしかです、ねえー、ビジネススクールで あの教わったことはないんですけど、ねまあ、そんなことで、あの小山田さんのおっしゃるショット分析。ショット、ショット。ショットっていうと、このウイスキーのショットみたいな。ね、スウォットって言うんですかスウォットって言うんです。スウォットという。日本ではスウォットって言います。ますね、ああ、そうですか。<laughs> はい、<laughs> あの、アメリカ一般論でね、あのーはい ウォツ分析っていうかどうか知りませんけどね、少なくとも私が習った先生はね、あの、ウォッツ分析って言うんで、私はそれを継承してですが、まあ、中身は同じです。長くありました。ありがとうございます。どこから失礼、オオカミですが、はい、どうぞ。あの、そう話をする。S が最初にくれるのは、同一流ですね。中身は全く同じですね。 はい。えっとその SOT の意味するところは、君平さんのおっしゃったものと全く同じで、事実上あの、言葉の順序が入れ替わっただけで、全く同じものである。はい。はい。あっ、武さんから <laughs> え、あの、私、いや、今のは、あの、米村さんからの話ですけれども、 日本の経営学に出てくる言葉としては、もうほとんどスワットです。スワット。意味は同いことですね。はい。いそれじゃなくて、ちょっと,ちょっとあのお話をお伺いしたいんですけどね。はい、私は、あの、君のさんのように、非常に計画的にというか、まあ、後付けでもいいから、計画的にいろんなことを考えてこられた方と比べたら、 全く真逆の人生を歩んでおります。というのは、私はあのまあ、小学校6年生の目標でですね、えー、飛行機の設計のエンジニアになりたかったんです。それで、大学も要するに航空機設計工学を学ぶために大学に行って大学院も出たわけですね。 それでその時になんとお日本で YS11 の後継機を作るもんだと思ったために日本でも飛行機の設計ができるもんだと思ってました残念ながらあの収集出る時には就職、えー、場所がどこにもないんですそれで <laughs> 日本ではもう飛行機の設計やってるところどこもないんですよねでもちろん三菱重工だとか あ川崎重工だとか、えー、昭和、えー、なんとかっていうところもあそれらは皆、えー、自衛隊の要するにアメリカ機の保守部員を作ってるぐらいしかなかったんですね。当然ながら就職先がないので私たちの同期は、まあ、23人頭のいい人はアメリカへ行って。 アメリカで飛行機設計をやって、えー、結構せあのせあの出世した人もおりますし頑張りましたけれどもそれ以外はどこへ行ったかっていったら自動車会社か JAL かあ,あ,のあの頃は穴はあまりありませんでしたのでそ,のそれの、えー、補修関係に行くのがせいぜいでしてであのそれは私のその 勉強不足だったわけですね。で、そ,れとその時に nec のあるまあ、あ,ある人かある方が、えー、その私の収支の時の恩師のところにやってきて、一生懸命、えー、ドクターを取るための準備を一緒に先生してたんですね。その時に、えー、あの今 nec ではあのー。 航空中開発本部っていうのがあって、そこで VTOL、月着陸用の VTOL、V っていうのはバーチャルで上下に動く、それを設計しているので、来ないかって言われたんですね。あじゃあ、それはそれはもう願ってもないことだと、今でいうドローンですよ。 それをやって、えー、それで試験を受けて入試あ入試したんですけれども、その時になんと、えー、そのこあなんていうか、えー、あの航空宇宙技術研究所との。あ 解消それが中止しなくていいっていあの、配属になっていた、行ったら配属になっていうのは、えー、その航空宇宙開発本部だと思ったところが、なんと、あコンその時コンピューターって言われなくて、電子計算機の授業だったんですね、えーで。そしてしかもそれが、あの機械、周辺機械を作る機械方面のハードウェアの設計になってたんですよ。私は 航空機の設計ではほとんど数学を使って、えー、その勉強していましたが数値解析だとか、あるいは数学は非常にいいソフトウェアは非常にと、まあ、得,得意といいますか、そういう勉強してきたものですが、ハードウェアに回されてもどうしようもないわけです、使いもうにならんわけですね。それで人事部に行って、話が違うじゃないかって言って、も喧嘩したところはあいやいや、そんな文句言うなと。 1>, もう1年もたてば,例えば自己申告制度っていうのがあってスキルズインベントリーがあって、えー、俺がここに行きたいって言えばそこ行かせてくれるよというふうに人事から言われてですね、えー、私中央研究所のおソフトウェア開発本部開発研究所にい希望を出したんですねでなんとおそれもお9年間 事業,部事業部長と喧嘩しながらですね、その9年間のうちに3人の事業部長が変わるわけですよね。そのためごとに、その事業部長、備長部長が変わるときに、おい武田、武井さあお前ちゃんと言ったところに行かせてやるぞと。けどもそ、そのそのを開けてみたらいけないんですね。移動してくれない。 事業部長に、え、行かしてくれって、次言ったよ、よ、よしよしって言って、その人、行かしてやるよって言った時は、その事業部長が辞めてるわけです。え、で、変わってるわけ。そういう、そういうじ、人生を歩んできましたね私は、やりたいことがやれなかった。です。まあ、しかしながら。えー、ある時に、もう、そろそろもまあ、九年目ですかね。その時に、その、I. B. M. から、非常に。 えー、難しいプリンティングリあのまあレーザープリンターでのお、えー、プリンターが発表になったんですが、でそれを追従してくれないかと。かそれはもう、それは完成したらとにかくお前の言う通りにしてやるからという約束をまた、嘘だろうなと思いながらですね、やってきて、で、今日まで来て、要するに、あ ICT っていいますかコンピューターの設計屋になってしまったそして、えーまあ、いろんなことそれでいろんなことをやってきましたけれども50になった頃に、まあ、あのその仕事自身はそんなに楽しいとは思,えな思わなかったんですが、まあ、いろんなあのチャレンジをしたために。 いろんなことがつくや,やれてれ非常に今から言えばあの幸運なあことであったのかなと思いますがでそこで、えー、さらにその世界を制覇するために新しい提案をしてです、ね、それは本社の企画部だとかの役員とかあるいは、えー、彼の人を巻き込んで、えー、計画して進めていってよしってことになったんですが。 なんとまたあの大企業っていう大,大企業天民が大企業かどうか別問題して、えー、グループ制ですね情報処理グループっていうんですねでまあ伝送グループだとか無線グループだとか、えー、いろんなグループがあったわけですけどこの中の情報処理グループに所属しているわけですけどそこのトップがトップっていうその中間のトップなんトップより2番目か3番目の人が え,えらい反対をしてですね、そんな、お、お、ことをやってもらったら困るということで、本社にまた本社の、その、企画取締役にですね、え、殴り込みをかけたわけですね。で、そしたらまた、残念ながら、企画取締役は、企画部の取締役は、先にちょっと来られてくれと。 そのグループ性が強いのでそちらの方を優先してくれと言って、えー、その頃外の人と約束があったもんですからそこでまたあの大揉めをしてですねどう,どうしても NEC にいられなくなって、えー、まあどうしようかって悩んでる時にミノルタからヘッドハンティングっていうか、まあ、役員が NEC に乗り,だ乗り込んできて。 ぜひ来ててくれなないいかっていう話になってその時の医療、えー、部の役員専務をやってた人が「分かり分かったと」と、まあ「武田ちょっとミノルタへ行って、えー、3年間か4年間ぐらい向こうの手伝いしてこい」というふうに来た,来たんですね「じゃあ分かりましたそれしましょう」って言って、えー、言ったところはミノルタの方から「いやそういう派遣を依頼したわけじゃない」と。 もうハンティングだとと <laughs> と言われましてですね <laughs> でまあもうそれ半分もめんそう面相場になってましたのででやむをえずですね巳之、えー、に移籍することになりましたでまあ当然その時には、えー、23年後には役員をやってもらうということで約束を取りながらまあ行ったわけですけど、まあ、そうしていると今度は ミノルタの方、まあ、役員はもちろん取り締まになりましたけれども、えー、コニカと合併の話が出まして、そこでコニカのどとの合併が成立しまして、そこでまた別の,のところでまあ役員もして、えー、いたんですけれども、今度はコニカとミノルタの派閥争いがお起こってですね、えー、ちょっとうるさい役員は全部クビにしようと。 いうことでコニカ側にも辞めさせる、ミノルタ側も辞めさせる。その代表がミノルタワタケジアであり、えー、コニカはあ,ある人だと。その2人を辞めさせる方法でですね首を年60、60歳定年で首になってしまったわけですね。で私はこれではいかんというんで、えー、MOT の、えー、客員教授で、えー、に就こ、えー、うという。話を変えましょう。 はい、すいません。あの、あのた竹下さんで、ね、せっかくのお話なんですけど、あの、参加者多いから。時間。はい、はい、あの、すみません。要するに、だから、そういう計画が一切ないままですね。そういう経歴を、まあ、やらざる、いかざるを得なかったんです。ですから、えー、それ、そういう意味で組、ええ、君、ええ、君枝さんのような。 計画的な生活ができなかったということは、非常に今から思えば残念なことであったということをちょっとお話したかったわけです。わかりました、ありがとうございます。ただ、行き当たりばっっ人生だったぞはい今のお話を聞いているとねあの、やりたいことをその人事部に出したりしてですねあの、要するに計画はですね、目標は立てられていたと思うんですけど、それほどその,その場限りでね、行き当たりばったりでやったというふうには私はとりませんでした。 他の方はどなたかはいあみさんどうぞあミュートになってますねミュート竹木田さんと久美平さんの生き方それぞれ代表してるんですねで美平さんの生き方っていうのは資格を取りそれから英語それから海外で活躍できる 経験を持ったと。まあ、幅広くですね、広く浅く、専門技術と絡めて、広く浅く何でも実務でやれるということだから、あの、まあ、大部分のですね、シニア、プレシニアの生き方として一番、 典型的なものだと思います。で、君平さんは、まあもちろん有志なんですけども、やっぱり英語と海外が結びつけたことと、たまコンサル業もやったというのが、すべての、肥やしになってるんですね。だこれは一つの代表です。で、今度は、あの、竹木田さんの場合は、これは頭で勝負してる人なんですよ。先端技術で頭で勝負してる人。 サラリーマン、給料をもらうっての生き方で、まあ、頭で勝負していると。で、そういう頭のいい人っていうのは、そんなにいい世の中いないから、プレシニアとしては、竹木田さんはちょっと上、上すぎて、えー、君平さんみたいな生き方のが、大変参考になるんだと。君平さんまで行かなくても、二代目、三代目のね、えー、君平さんもいるでしょ、出てくるでしょ。 とちょっとだけ1点だけとう点ていただきますと、はい、私もあの出版をしておりますキンドルあのアマゾンキンドルで私の名前を検索していただければ3冊ほど出ておりますのでまたあの参考に見ていただいたらよろしいかと思いますがはいありがとうございますあの亜美さんね今のお話ですけども、はい、私が冒頭にね あのこの講座の対象は次の方を除きますって除きましたよね。で <laughs> 竹木田さんはその除外の方に入ってるわけ。そ,のそうですそうです。そうあみさ,さんのおっしゃる通りね頭で食っていける人だからいいんでそれに引き換えねあみさんと私と一緒にしたら失礼なんだけどね我々のようにね一般大衆はよほど 計画をね立てて努力しないと、うん、あの八十過ぎまで楽しく生きられませんよということで、うん、竹木田さんじゃ申し訳ないですけど、ね、やっぱり例外ですよねはい他に僕は不幸な人生歩んだと思ってるんですよねいや,いや <laughs> とんでもないね <laughs> 竹木田さんね あの自分でそう言っておられる、そのね、どうもトップ走っていったような感じの人なんですよ、だからトップじゃなくちゃ、2番手は嫌だと思うからそう思うんでしょうけど、これは立派な生き方ですよ、いろいろ、あのその領域、領域で一生懸命生きたんだから、これも一つの生き方だけど、僕の頭脳では、竹木田さんみたいな <laughs> 活躍はできないということ。いほかにど中あか、<laughs> あのご発言のない方。 西村さんなんかありませんか。遅れて入ります。すみません。いえどういたしまして、ね。入れてからあの予定しておったんですけども、ついつい酔っ払って忘れておりました。エイエスの皆 <laughs> さんにもたくさんですね案内をしたんですけども、えー、あのズームに入りですとまだ少ないもんですからね。あの竹原顧問の話をこれからも ずっと聞いていく仕組みにしていきたいと思いますので、その仕組みを仕組みづくりをですね、えー、今後と一緒に構築していきたいと思います。今までいろいろあの講師をあわせろって言われてきたてんですけど、なんか飛び飛びで皆さんに、えー、うまく出せてないんですよね。うちのあの副代表は今日は全部うあの。 参加されてます四人ですね。それ以外の人が来てないんでちょっと寂しい思いをしてます。そんなところで。はい。西村さんね。はい。えっとコロナの騒ぎが収まりましたらね、私日本に行きたくてしょうがないわけね。それでまた、はい、あの博多にお邪魔しますから。はい。あのー、そのね、ズームに入れないとかね、という方をね、あの何名でも集めていただければあの。 私がフェイスフェェイイススであの面倒見ますからこのオンライン塾を中心にですね<っ>あの、木村さんが見える時は、木村さん用のお例会を作りたいと思いますので、早めにおっしゃってください。会場優先ですから、会場が取れた時に決めるという形ですから、ちょっとあの日にちを先に決めるわけがいけないところがございますので。な お願いいしますはい、私からね、あのフェイスフェイスで、そのズームを襲わりたいって方が、まあ、5人とかね10人ぐらいですから、まあ大したあれじゃないと思います。まあ、そのうち必ずやりますから。はい、はい、他にどなたかご発言になってない方。狼 <laughs> さんはいるあのミュートになってますけど、いないのかな聞こえますいますよ。あ,なあのなんか一言。 君平、まあ、さんがあのロスにおられる頃実は私も一緒にいたんですが、その時の君平さんの考え方、振る舞いを見てますと、すでに、あれは40代ですよね、確か。いやいやいや、30代。30代ですか。うん、その頃から、えー、ちゃんとの戦略を立ててたことは間違いないですね。 普通の方とは違いました。ちゃんと UCLA で MBA 取りましたしね。それからその、将来のことを考えて、つまり、アンチ大会社、アンチ公務員というのは昔から変わってませんし、そういうことで、しっかりした考えに基づいて、実は大学院の頃からそうだったと思うんですが、これはあの、まさに例外的人物じゃないことを私は思っております。以上です。ありがとうございます。 というわけでね、世の皆さんのさっきの痛い質問ね、あの今の狼応援演説に励まされてね、えー、ちょっと割合を変えます。<laughs> あのね、いや、これね、今思い出したんだけど、<laughs> 君らさん、学生結婚してんだよね。で、あのいやびっあの頃なんか、学生結婚、まあ、全くなかったわけじゃないけど、びっくりしたね、本当に。で、その時からね、なんかね、そういう、なんつったらいいんだろうな。 こうけ戦略的に何か考えるというよりもだからちょっと直感みたいでね、先を読んで何かやってたような感じがするんですけどね違いますかね。いやそそれははね <laughs> 学生の頃はそうですよでもまあオオカミさんに応援演説を打っていただいたようにねあの30代ぐらいになってからね割合目標を立ててねあの何のために何をやらなければいけないというふうにですね まさにあの今で言えば戦略的に考えてやってきました。あのえー、っとはい、ほかにどなたかご発言になってない方、えー、っと私よく見る、西田さん参加されたんですよね。参加しました。はい、どうぞ。はい、あのー、途中からでどうもすいません、途中最初のこのことははっきり分かんないんですけども、あのー、今回ね、 例えば、君平さんが自分のねあのー、人生の中の、ね、曲、生き方をいろんな形で分析しながらやったのは非常に勉強になりました。でね、でじ十分ちょっとね、あのー、あののー、君平さんが発信したことをね、あの自分まだね、あのー、十分読んでいませんからね、曲は,あのはっきりしたことを言えませんけども、例えばね、私が、例えば、あのー、君平さんがね、あのー、あのー、おられたね赤い電気ね。えー まあ例えば、私は例えばあのあの新聞時代に2回ぐらいあのアメリカに例えば取材に行ってるんですけども、その時にね、例えば赤井の例えばね、赤井は海外で非常に強いねオーディオメーカーだった、オープンデッキのね強いメーカーだったんですけども、そのね、先代のね持ってる、結局、創業者の持ってるね、非常にパーというのはね、非常に結局、あのそういうことで注目された会社だったんですけども、亡くなられてからね、非常に例えば、 非常にあの厳しい状況に陥ったと、その中で、君らさんがねどういう選択をしたかというのはね、結局、ね、非常に勉強にな,なったんです、えーね。非常にね、ただね、まあ、いろいろ、あのいろんな、ね、形を見たときにお、君らさんと、ね、同じような、ね、例えば生き方をでき,できるかといったら、なかなか非常にねあので一般の人間は、ね、できないと思うんですよね、まあ、いろんな面でね。まあ、そういう面で、ね、例えば、君らさんという、ね、得意な人物がいろんな形でね、 例えばどういう生き方をしたかというのは、ね、非常に注目ある、ね、局あの形でこれからもあの、ね、あのえいろいろ、ね、勉強していきたいと思いいまますありがとうございましただから僕があ,のあなたが若くて結婚したってことはさ <laughs> あの決して、ね、行き当たりばったりだって言ってるわけじゃなくて逆にわれわれとてもよほどの信念とか勇気がなかったら、ね、できないですよね。 でそれをね、やってのけたっていうのはすごいなと思ってたんですよずーっと <laughs> それ<は笑>ごめんなさいはいその古傷に触らないでくれた木村さんのいいとこを紹介したいんですが西村です。あの福岡でアクティブシニア交流会っていうのをやってましてねもう17名半分来たんですがそこに初代から最初のところから問をしていただきましてね 我々あの仕事を離れた人たちがあ、今日行くところがある、今日用があるというような場所を作って、いろんな人と交流しようということで、今350人ぐらい入っててですね、今日、この中に副代表3人とも入っていただいてるんですが、その中で木村さんに教えてもらったのは、レップというやり方ですね。あの もう我々は直接勝ったり打ったりできるんじゃないんでそ紹介するという過去の人脈とか経験を生かした生き方を木村さんから教えていただいて年に34回毎年来ていただいておりましたそういう木村さんでございましてアクティブシニア交流会の顧問でいらっしゃいます私も8今度は2になりますが木村さんは84になられまして大先輩でございます そういったところで、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。えー、っと。眼鏡をね、かけ、あの、今、小さいノートブックの画面を見てるんですけどね。<laughs> 眼鏡をかけないと。えー、こう、山田さん、米村さん、竹平さん。マスクも、さんあの、ミュートになってますね。 はいあの一言お願いします解除いたしました今日はとってもいいお話をありがとうございました私はねあの君平さんに、えー、ズームでしかお会いできませんけれども君平さんにお会いするたびに感じていることがあるんですクエスションがありまして いつかお尋ねしたいなということがずっとありましたんですけれども今日は話の内容とちょっと少しずれるかも分かりませんけども一部話の内容に入っておりましたのでお尋ねしてよろしいでしょうかどうぞあの何をお尋ねするかと申しますとね食生活を変えなさい自分のスキルも変えなさいということをおっしゃいましたよねはいえ それで私は君平さんをねこういうふうであの画面で見せあのー、お会いできるんですが君平さんの皮膚の色それから君平さんのスタイルですねこれが本当に私はね食を頑張ってらっしゃるなということが感じられましたそれからもう一つやっぱり置いていきますと新陳代謝ですかね代謝が悪くなりますので。 食べたものがこうなかなかこう出れなくて少しこうねあの <laughs> 太り気味である方が多いかと思いますけれども君らさんはは筋肉はししっっかりついてらっしゃいいてゃますそれから筋肉がついてるのに対してスマートですねスタイルがとてもそのねあの何て言いますか、えー、置いているようなスタイルではないということです。 とってもお元気そうなスタイルをされてますねその秘訣ハワイと日本ジャパンのその行き来でこういうふうにね今のような生活で頑張ってらっしゃるからそういうスタイルになるのかそういうその皮膚の色になるのかと思って私は感心して君平さんをね拝見させていただいてるんですけれども。 食生活と言いますとどういうことにお気をつけなさっていらっしゃいますでしょうか、はいよ。よろしければちょっと教えていただけますか。あ,はい、あ,あ,あの最後の質問が一番あの大事でね皆さんにもあのぜひあれしていただきたいんですけどもえっ、ー、とねともかく体に悪いもの塩分ですよね塩塩分であの血圧が上がるんですね。 だからまあ塩分は徹底的に、あのー、控えてます。で、細かい話をしますとね、醤油差しっていうのがありますよね。あれだとドボドボっと出ちゃうんで、よくあのどっか100円ショップではないから、あのどっかの一流デパートのなんとか売り場で行きますとね、スプレー式のがあるんですね。で、醤油を入れて、スプレーでさっさって振るぐらい。らともかく塩分がねあの い諸悪の根源なんですねそれからこの焼けてるのはねこれはの要するに外を歩くからですよ。であのー、それはの一番初めに自慢げに言いましたようにね、えー、この年になってまたこの12月のその42キロをね歩こうと思うと日頃毎日歩いてないとね歩けないわけですよ。だから少なくともね、あのー、1時間、えー、4キロ。 10キロ、15キロ、20キロぐらいはですね日頃から歩くようにしてます。で、あのー、スタイルを褒めていただいては外交事例だと思うんですけどね、あのー、年寄り臭く見えるのはですね、お腹が出っ張ってくると完全に、そのロ、じじ臭、年に見えるんですよ。で、体重はものすごい気をつけてます。 朝起きた瞬間にまずね、あの体重計の上に乗ります。それで、今、どういう努力をしているかっていうとですね、12月のホノルルマラソンまでに、今年の1月ぐらいではね、55キロ、あの私は身長1メーター60なんですけどね、55キロなんですけども、この12月までにですね、52キロにしようと思って、今、52.9ぐらいまで来てるんですね。で、その理由は何かっていうとね、 2キロってずっしりと重いですよねでこの荷物をね背負って42キロ歩くかね歩かないっていうのはそれはもうかんできるかできないかの控っかめになるでつい最近の日本のテレビを見てましたらねなんと歩くことがね腸にいいんだそうですよ。であの腸は第二の,の脳だと言われるぐらいね腸から命令が出てるんだなんていう説も出てくらいであの腸をですねきれいにしておかないといけない。 それでその先ほどの,そのお話は多分あのズバリ言うと便秘の話をされてるんだと思いますけどねあのこれの秘訣はねやっぱり野菜ですよね野菜を山のように食べてね生では食べきれないからいわゆる温野菜炒めたり煮たりして山野菜を山のように食べてかつ運動すればね、えー、あそれかあとはヨーグルトですかね を必ず毎朝、まあ、そんなことでね、あのー、結局。あの、便通が良くないと、あのー、ダメですね。まあ、そんなことで、ええー、答えになってますか。ありがとうございます。再食をすれば、君らさんみたいになりますね。そうです。あ、それともう一個。ありがとうございます。もう一個大事なこと。あのね、<laughs> 私は一日二食しか食べない。 いいみたいなもん。っていうのは3食食べたらねその55キロがキープできないんですよ58キロ60キロを超えちゃうわけ、ね、でさっきその努力を始めたという60の時にはね確かねなんとこの身長でね68キロかなまで行ったんですよでそれをなんとか落としてきてね今あの55なんですけどね今年はもう去年に比べて一切また年を取りますからね。 荷物を減らさないと、漢方できないんじゃないかと思って、52.0を目指して、でもそのためにはね、2食、朝と夜しかね、食べない。で、これはね、さぞ辛いだろうとおっしゃるかもしれませんけどね、辛いのは3日、で、少し辛いのが1週間、1ヶ月経つとね、もうお食欲がなくなっちゃうんですよ、お昼にね。 で周りのものがね時計を見てねあーお昼だどこに何を食べようとかっていうのをね失礼ながらねなんだこの人たちバカバカしいって時間と金がもったいないんじゃないかってさ私は心の中でせすら笑ってるんですよねあのという意味ではおっしゃるように素食ですねありがとうございます、はい、常に努力をなさっていらっしゃいますねそうですねはいあやかって私もねあの元気でいたいと思っております ありがとうございました。今日は本当にお疲れ様でした。ありございます。えっと高橋さんいなくなっちゃった？遅かったかな？消えちゃった？高橋さんいなくなっちゃった。います。いや、お帰りになりました。はい。佐伯さんは文字は見れても姿は見えないんですが、いらおられますか？ああ出てきた。佐伯さんなんか一言。はい、おります。はいどうぞ。まあ。 私はもう君平さんのお話を聞いて手遅れだなと思いました <laughs> おですお手遅れだっていうのは <laughs> もう86歳なんですけど私より先輩なんだ、ね、まあそうですねえーまあ、技,技術士っていうのをやってます、はい、どうやっておりますですからまああのー、何も肩書きがなくなってから 技術士事務所ということをやってましてまああの仕事的にはほとんど何もやってないんですがあの一つあの、えー、中小企業なんですが顧問をやらせてもらってますまあその程度で、えー、まあジさんのような計画性はなかったんですけども食生活で言いますと 中学を卒業しあ中学時代から60キロで全然変わってません。それで食べるものはな何でも食べてますし塩分もそんなに気にしないで食べたいものは食べてまして、えー、まあこの体型60まあ6058から60キロ 中学時代から。今まで保ってます。あの。技術士で太ってる人いないんですよね。あの、<お>だ,だい、大体。あの、こんな。<laughs> 状態です。あ。それえっと。あの、い、いろいろ皆さん退席されましたけれども。あの、もう一つ聞いていいかしらね、あの。 今のお話の中で食事のことあったでしょはい。でね睡眠のことは何か考えてます睡眠ですか睡眠はい。あのねそれあったら教えてください。あのー、これもバカな一つ覚えの答えなんですかね。昼間歩けば眠れます。あの歩けば。歩けばね。外。それでね。 この前、あの面白い話がありましてね、千葉大学の中、医学部の偉い、今、もう民間のあれに移ってたのかな、その方と話してましてね、えー、その睡眠の話になったんですよ。で、そしたらね <laughs> いや、僕も歩いてるけどねって言うから、先生、どのくらい歩きますかって言ったらね、1時間って言うんですよ。で、いや、先生ね、1時間じゃだめなんです。1時間を超えた,あたりからね あの効果が出るんですったらね、まあ、彼がブツブツね「そうですかね有酸素運動も1時間を超えないとあの筋肉をねいやあ,のあれを消耗しないですか?」とか何かブツブツ言ってましたけどね私の経験ではねあの10キロもう歩けばねあの寝るなっつってもあの寝ますよ。うん、であの、まあ、年取ってくると睡眠不足なのはいやもうあの睡眠があれなのはあれなんですけどね ただね、あの、私はあの師匠としてね、先生として、か愛がって、生徒としてか愛がってもらったんですけどね、皆さん聞いたことないと思いますけどね、信長の棺っていうね、あのベストセラー、もう30年ぐらい前、書いたね、加藤博士先生っていうのがいるんですよ。で、この方が面白い方でね、ずっとサラリーマンをやっててね、 70代ぐらいから小説を書いたらばねその信長の棺っていうのはあの本能の寺の信長ですよねあれがの実はねあの死んだ後とはこうだったっていうね話なんですけどねその加藤博先生がねある時こんなこと言ってましたよ「あの君らさんねもうサラリーマンやってんじゃないんだから朝ねその7時か何かに起きてあの会社に行こうなんて思うな」って。 夜中に目が覚めたらって僕はっていうのはその加藤先生なんですねもう2時でも3時でもね起きて仕事しちゃうんですってで彼はまあ小説を書くのがあの仕事で人間っていうのはね睡眠不足では絶対死なないから午後になればね必ず眠くなるよその時にね会社勤めじゃないんだから寝ればいいんだというのがねあの私の世の皆さんがもし眠れないで困っておられるんだったらね ね、寝なきゃいけないと思う心がねいけないらしいですよ。寝なくていいんだって開きなのでこの面接力ね、睡眠不足であの、えーと、要するに眠れないでね、拷問じゃなくてですよあの、自分の意思で寝ないでて死んだ人はいないと、必ず死ぬ前には寝るという、だから8時間とかにこだわらないでね。でまあ具体的にはね、ともかく昼間外を歩くと。 とといいいううこでですねというくだらない答えで申し訳ありりまませんわ、まあ、かりましたあのねいや私は別に、ね、眠れなくて困ってるわけじゃなくてね横になったら5分で寝ちゃう方なんだけど <laughs> だけどあのねちょっと日中日中眠くなるのねで一緒から言われるのは12時半、まあ、要するに1時前に寝なさいって言われるのはなかなかそれができなくて12時半過ぎてだからもう今のハワイの時間だったら特に過ぎてるわけだけど。 あの要するになかなかね、守ろうと思っても守れないんですけど、それで影響あるのかなと思って、日中ちょっと眠くなるいや、だから私のお勧めはね、眠くなったらサラリーマンやってるわけじゃないから、寝ちゃゃえばいいじゃないじなですか昼間、うんまあ、私今、今のところまだ、ね、現役なんですよ、現役の部分があるの <laughs> あるんで。昼間寝ちゃいいけないんですか <laughs> よくかかりました <laughs> けのね、はい、さん1点だけなんです僕が言いたかったことは私の人生っての行き当たりばったり結果的には行き当たりばったりになってるんですよ。で今からですね木村、えー、さんのような計画的な生き方は多分、まあ、できないだろうと思うんですがその中でも最低限これを守れっていうのを何かあったら 点ああ点かだだけ教えてください質問、はい、私が一生懸命提唱してるね生涯現役要するにあの長生きをしたいかしたくないですかって要するにねあの私はしたいわけまだまだやりたいことがあるから。 それからその子供とかさ女房のことを考えるとねまだまだ生きててほしいと思ってるに違いないって勝手に思ってるわけでだから私は長く生きたいとで竹北さんがね私同様長く生きたいと思うか思わないかでね答えが変わってくるんですけどいやそれはあのやはりいろんな子供のこととかを考えればですねそこまでの、えーっと まあ,ある、先ほど言われた投資なんかもしておりますから、そういうようなものを分配していかない,いかんわけですね、子どもたちに。そのためにはもう少し頑張らないといかんと思って、まあ、今も一応現役なんですけれども、まあ、85歳までぐらいは現役でいたいなとは思ってるんですけども。はい、あのね、85などと言わないでね、90とか95って言ってく <laughs> それで、ね、そういうお考えならばね、答えはそうですね。はい 二つ、食事と運動ですね。あ、わかりました。あ、あの、はい、体を動かさないとね、絶対にね、長い。あの、よくテレビなんかでね、あのー、日本海かなんか、あの島で。あの、夫婦でね、あのー、農業をやってる人で、あの、九十五歳とか、百歳っていう人が出てくるんですよ。で、私の、あのー、解説はね、小さな島で、こう、山なんですよ。 だから農作業といえどもねあの要するに登ってかなきゃいけないわけで,はで結局ねそういうそのであの島の農家の方はね割合長生きをするというのを見ててもねやっぱり運動がいかにあの健康長寿に重要かっていうのでね私はその60過ぎてからねまあともかく。 そのさっき言いましたようにねあの、健康のためなら死んでもいいほどですね、はい、<laughs> やってます。今からでも運動あんま歩く、まあ、歩くことしかできないんでしょうけども、それでも大丈夫ですかはい,あの私いえ、私のねあの、講座まだ出してないかな、あの予定の中にはね、えー、こういうのがあるんですよ。人間はは、ね、脳と筋肉、ねはいくつになっても、ね、努力をすれば必ず 比較の問題で進歩するとで特に筋肉なんかはねあのもういくつになってもねあの鍛えれば要するに大丈夫です。で武井さんお忙しいんでしょうけどねその話題の先生じゃないですけどね1時間じゃなくてねそっからなんか、ね、急に効果が出るみたいなんですよ。あなるほどだから私の顔を思い浮かべてね毎日じゃなくても月水禁でもいいからね1時間半とかね2時間。 歩く。のがね、なんか、あの、そこからなんか体、あの。十キロ歩いて帰ってくるとね、一点五キロぐらい体重が減りますよ。いや、そこそこちょっと、お、おとんでしたよね。早歩きがいいのか、ゆっくりでもいいのか、ど、どっちがどうなんですか。<laughs> あのね、テレビの受け売りではね、あの、なですか。あの、インターバル奏法とか、なんか言ってね。 あの3分早足で歩いて3分ゆっくり歩くのがいいって言ってますけどね私は残念ながらねあのそんなことやってませんあのどちらかというとねあのだらだらとあのもうこの人亡くなっちゃったまあ友達が名セリフでねいやー参ったな年取ったな昨日ねハイヒールを履いた女の子に追い越されたよっていう、ね、<laughs> 人がいましたけどね私もそのの話を聞いてからこの前あの 医者にかかるためにあの1週間日本に行った時に銀座通りを久しぶりで歩いてみたら、ね、確かにハイヒールを履いた若い女の子が私を追い越していくわけでもねあ,あれはね要するに、ね、若いからだっていうんでね決してその早歩きをする必要はありませんはいわ、はい、かりました宮原、はい、さん質問1つありますがいいですかどうぞ納豆は はい、これは食べてるんですかうんあのね納豆そうですねあれはどうでしょうこれは歴史古いですよね60よりもっと前かなあの毎日1個は必ず食べます、えー、でこれはねあの納豆は確かね医学的に効果があるのはね善、えー、玉コレステロールあの余って血管中にあるその悪玉 コレステロールの悪玉のやつをね、善玉がとらえてあの持って帰るというんでね。でところが、そのどうやったらね、あの善玉コレステロールが増えるかって言ったらね、あの納豆がいいようですね。あ今でも食べてます。いいですかはい。 アクティブシニア交流会ではですね、えー、ビジネス研究会の次の柱としてですね、健康福祉部会というのを今度作りました。というのは医,師医療に頼ることの中で医師には健康という視点がないと、こう言われております。こういう本が出てましてね、80、うん、見えますか はい、こ,こういうのを呼んでましてね、えーまあ、病院に頼ったら駄目だと自分たちだけで勉強しろということでですね音であの音響、音信でですねあの体が良くなるとかそれからビズは動かしたらあの振動したら草なんていうのがありますけどそういう音源をですね体の細胞に与えることで あの良くなるというのをそういうものをいろいろ実験する会を作りましてね私自身は80になって四十ワタだったんですがねこれがそれでよくなったんですよそんなあの目に見えないえバカなっていうようなことが世の中にいっぱいありますけどもそういったものを試してみようとそれからあの先ほど君がさんは塩がいかんって言いましたけどあの塩化ナトリウムがいかんのであって 海塩に含まれているいろんなミネラルを含んだ塩ですね、これはいいんだという説もありまして、えー、一元にあの塩が悪いって言わ,い言わないことにもしております。はい、あの。どんどん勉強をしようと思ってやっておりますので、ASK のですね、ズーム懇話会に、キミレさんもぜひご出席いただいて、そういうお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとう。 あのね、塩がいけないと言ったのは、いわゆるね、えー、今もう民営化しちゃったのかな、あの昔の栓培公社が売ってた、はい、すあの要するに精製した食塩ね、あれがいけないんですよね。だから、日本中のいろんなところでさ、あの天日干しの塩だとか、なんかあ,じゃああいうのはね、あのいいんです。っていうのは、先ほどちょっと触れましたね、えー、その元京都大学の矢守先生っていうのはね、 あのナトリウムを割る、ね、カリウムその比が、ね、問題なんだといくら分子のナトリウムが多くても、ね、分母のカトリウム,ム、ね、Ka ですよねこれが多ければ、ね、あの害はないんだということであの今まさにあの西村さんがおっしゃったね海藻なんかならばいいわけです。 なんか人類はねなんか塩が足りない時代に生きてきたその遺伝子がずーっと、あのー、受け継がれていて塩味を感じると美味しく感じるようにできちゃってるんだそうですね。おお。あのねはい、うん、あのどうぞ仕事で会った新潟出身の人でね言ってました、ね、飲んでましたら言ってましたけどねうちの親父に至ってはあのね 塩が効いてないと気に入らないんですってそれでしょっぺえって言ったから <laughs> その塩がないとねこれはしょっぱくねえとかで <laughs> 塩さえ入ってればね満足をするというのがね日本人なんですよね。うん、それで塩に関して一言を言わせていただきますとねあの日本の厚労省かななんかがね塩の1日の標準量とかっていうのを出すんですよ。 10g ぐらいからだんだん下げてきてね、今、6g ぐらいなのかなところがね、あのいわゆる WHO ですよね、の推奨はですね、確かもう今、4g なんですよね。で、外国では 4g なのに、日本ではなんで 6g かっていうのがね、ここがその君平流の勘ぐりなんですけどね、結局、塩の売り上げが下がると困る人がいるんですよ。それは何かって言ったらね、 昔で言えば先輩公社、今民営化したけれどもね、私の推測ではね、かなりその天下りでね、その会社に行ってるわけですよ。だから、私の言うね、あの塩をやめましょうなんて言ってね、みんなが塩を取らなくなるとね、売り上げ下がっちゃうわけですよね。だから、日本の厚労省はね、本当は言いたいんだけどもね、妥協して、 やっと6グラムって言い出したんですけどね、国際標準から比べるとまだまだ塩の取りがあなんですね。ただまあそれが日本食のね宿命でもあるわけですよね。えー、っと。 そろそろ、この時間ではですね。二時9分と。出ておりますけど。どうですか。あの。この辺で。はい、じゃあ、皆さん、お元気で、また来年お会いいたしますありがとうございます。一言、おありがとうございました。ありがとうございます。やはり、ウィークデーがいいですか。それとも、あの、日曜日がいいですか。 ウィークイーでいいですよ。え。ウィークイーでいいですよ。そうですか。はい。あの、ただ、先ほど退席されたね、西山さんみたいにね、7時じゃ、まだ、みんな。会社にいるんだなんていう方もいてね。で、八時って言うとね、ここ夜中の1時になるんでね、<ー>ちょっと、さすがに。はい、わかりました。ありがとうございました。お元気で。失礼します、はい。ありがとうございました。